基本的には歪みもついてるんで、ブルースドライバーとアンプの歪みがミックスされてる状態プラス、このちょっとなんていうんですかね、これの歪みが若干ファジーな感じになるのがいいなと思ったんで、ほぼソロ用のペダルって感じですね。そのオクターブ音がどうのこうのというよりもソロでこうブーストするペダルとして弾いてます。だからハイポジションを特に弾くようというか、もう1弦2弦のこの辺ですよね。この例えば Em ペンタだとしたら、この辺が多分映える。なかなかこう歪みペダルとかアンプだけだと、この辺で弾く音ってこう多分抜けはいいと思うんですけど、そのアンサンブルと離れすぎて、こうバンドの他の楽器の人たちよりもかなり上に重心が来てしまう感じが、なんかこの下の音と歪みによって埋められて、なんか馴染みもいいけどしっかりバーンっているし、とにかくなんかワイルド、下が出てることがワイルド。この辺弾くと、こうこの辺弾いた時に軟弱な感じになるのを、なんていうんですか、ちょっとこう回避してくれるというか。で、僕はもう普段からそういう使い方でオクターブ使ってて、なんかこうメロディー、メジャースケール系のメロディーとか弾く時でも、奥下かかってると結構なんていうんですかね、ワイルドなフレーズに聞こえたりとかで、ハイポジのフレーズなんかちょっと軟弱な感じだけど、でもここのポジションじゃないと、1オクターブ下だとちょっと弱いみたいな時にオクターバーでこうやって出してあげてっていう使い方を普段からしてるんで、割と普段通りの使い方ですね。でソロでもやっぱこの辺でガーンっていく時に奥下やります。よく僕はかなり使いますね。で、なんていうんですか、時間セットリスト的にいじれる時間がある時とかは、そのミックス具合を変えたりとかして、その曲に合わせて変えてたりとかしてますね。でかなりこうリフとかにもとりあえずかけたりとかして、ただのなんていうんです、もう普通に単なるフレーズでも意外とオクターブがついてると、もうなんかそれっぽいくなってリフっぽくなるというか、細かいフレーズというか、そういう大雑把なフレーズに、大きいフレーズに合うペダルなんで、まあ僕はすごい好きで、例えば習字の紙に台って書くとするじゃないですか。で、そのじゃあ隙間をどう埋めるのかって時に、音楽っていろんな埋め方があると思ってて、そこにじゃあ細かな模様を描いたり絵を描いたりして埋めるのか、台の文字をひたすら大きく太くなぞってでかい台にして埋めるのかっていうのを、なんかもう ただでかい台にして、同じ台を何個ももう何重にもして書いて埋めるみたいなイメージで、なんかそういう割と力技系のエフェクターなのかなと思ってるんですけど、はい。しかもトーン全開っていう全開割とすごい極端なんですけど、ジャック・ホワイトがホワイトストライプスのやってる別のバンドで、ザ・キルズのボーカルの方とかでやってるザ・デッド・ウェザーってバンドがあるんですけど、それは結構なんていうんですか、ベースにもファズがかかってたりとか、あとギターもやっぱそのまあとにかくオクターバーばっか使ってるんで、オクターブしたりとか、デッド・ウェザーにありそうみたいな音のイメージですかね。はい、父の方が
エフェクター感はすごいあります。そのオクターブ音をただ生成しますよっていうやつよりかは、まあ、単純に1個のエフェクターとして使えるっていう感じですし、で僕ベースがいない中で演奏することはほぼほぼないんで、なんか結構これってベースがいない中でギターの人がやったりとか、そういうパターンも結構あるじゃないですか。でスーパーオクターブ使ってる人そういうの結構見ますし、まあ、このドライブモードが結構良かったですね。かなりエフェクティブな歪みだなと思って、ね、なんか下手なこうナチュラルなファズとかよりもアグレッシブでプラスオクターブ音もいじれるみたいなイメージでした僕としては。ってぐらいこのなんか歪みとそのオクターブ下のマッチ感とか、あといろいろレベルいじれたりとかがすごい便利で、スイッチャーの一つのチャンネルになんかこれ単体でもいいですし、プラス何か入れて過激なやつと2つ1個入れといて、1つのチャンネルそれにしといて、一気にそこでこう伴奏してたやつが急にドカーンと出てくるみたいな使い方とかをやっぱできるエフェクターだなと思いますけど、まあ、ギターの人だったりとか、なんかギターボーカルの人とかでもなんかライブ、まあ人によりますけど、ライブの中で 1,2 回はソロ取ったりとか、みんなとリフがユニゾンしたりとか、そういうところで一発これドカーンってなったりすると、ちょっと見てる人たちはガッとこう世界が変わった感じがして、っていう風に使いたいかなと思います。